博士こんばんは。はい、こんばんは、ちゃん。それでは本日のゲストをご紹介します。関西フィルハーモニー管弦楽団主席指揮者藤岡幸男さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤岡さん、お久しぶりで。お久しぶりです。またまた来てもらいましたけども、今回は森下仁太120周年記念コンサートということで、おめでとうございます。120周年記念森下仁太おめでとうございます。もう僕もいつもファンで、メガビタミンだっけメガビタね。あと、あ、そう、メガビタ、あれはすごく効く。あと青汁と青汁、うん、ね、健康派ですね。はい、今日もコンサートが終わったということで、はい、多分ね、また飲まれて元気だったんですけどウコンとかも、ね、いやでも素晴らしいコンサートでね、良かったです。うん、ちょっとその内容と裏話とか本編の方で ね、いろいろお伺いしたいと思います。はい、ね、指揮してるところのね、藤岡さん本当かっこいいですよね。素晴らしいです。いや、指揮してなくてもかっこいいです。森下仁太プレゼンツ龍一レオンのバイオレディオ、毎週土曜日21時より 89.9 メガヘルツ KISS FM 神戸でオンエア。はい、見てください。はい。